和音にオートチャージと和音支払いで 1% ポイント還元プラス毎月20日30日にお買い物して 5% 割引加えてオーナーズカードで 3% ポイント還元さらに株の配当金およそ 1% これで合計 10% 還元が実現できます。どうもイジです。今回は還元率 10% イオンカードセレクトのメリットデメリット6選といったテーマでお話ししていきます。1つ目、ショッピング保険が手厚い。イオンカード初心者に意外と知られていないのがこのショッピングセーフティー保険です。例えると機材やカメラなどの動産を対象とした保険です。イオンでクレジットカード決済して買ったスマホがすぐに壊れたとか破損したとか盗難されたとかなどに使える保険でもあります。対象商品は1品5000円以上の商品です。加えて年間50万円までが対象です。さらにこの保険は180日間保証してくれます。これはイオンモバイルで購入したスマホと組み合わせて使えば良い特典になるかと思います。2つ目、年会費無料。イオンカードはゴールドカードを含め全て年会費無料です。加えて ETC カードも年会費無料です。さらに家族カードは3枚まで発行可能です。 ETC カードは保険が効きます。例えば ETC ゲートにぶつけて車が損傷した場合は見舞金制度があります。もし運転ミスで車が壊れてしまった場合に使えるので備えておくのもいいかもしれません。家族カードも作れます。ですがおすすめしません。なぜかというと入会キャンペーンが適用されないからです。申し込んで発行された本人にキャンペーンが適用されます。ただし家族カードは申し込んだ会員にポイントがまとめられる点はメリットです。まとめると家族みんなで使いたい場合は家族カード、キャンペーンをお得に利用したい場合は本人カードというふうに覚えておきましょう。3つ目、和音で還元率 1%。 結論から言うと和音にオートチャージで 0.5%、 和音支払いで還元率 0.5%、 合計で 1% 還元されます。ちなみにイオンカードセレクトをクレジットカードとして利用したら還元率は 0.5% です。ということは和音にオートチャージプラス支払いで 1% なのでクレジット決済した方が 0.5% 劣るんですね。まとめるとキャンペーンなどを加味せずにイオンで支払うのなら和音オートチャージプラス和音支払いで 1% 還元すればお得であるということを覚えておいてください。4つ目、毎月20日30日はお客様感謝デー。結論から言うと毎月20日30日にイオンカードで和音払いすれば 5% 割引で商品を購入できます。対象店舗はイオン、マックスバリュー、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザビッグの6つのスーパーマーケットです。これに加えてイオンカードセレクトと併用すべきアイテムがあります。それはイオンオーナーズカードです。イオン株を100株購入してイオンで商品を購入時に株主優待のオーナーズカードで決済端末にカードをスライドさせると 3% ポイント還元されます。さらにこれに株の配当金が加わります。 10% 還元をまとめるとこうです。和音にオートチャージと和音支払いで 1% ポイント還元プラス毎月20日30日にお買い物して 5% 割引加えてオーナーズカードで 3%ポイント還元さらに株の配当金およそ 1% これで合計 10% 還元が実現できます。注意点です。先ほど申し上げた6つ以外の店舗でイオングループのマイバスケットやマルエツ、アコレ、ミニストップなどで決済しても 5% 割引にならないので注意してください。加えてイオンネットスーパー、イオンショップでの利用も対象外です。ネット店舗ではなくて実店舗でしか対象にならないので注意しましょう。5つ目、いつでもポイント2倍。イオングループで利用する場合はときめきポイントがいつでも2倍です。注意点は2倍といっても還元率は 1% です。ということは200円ごとに2ポイント獲得できます。還元率の詳細はイオングループ以外で200円支払うと 0.5% 還元1ポイント。イオングループで200円支払うと 1% 還元2ポイントです。あとおまけ程度なんですけども、クレジット決済するとパスポートという割引チラシがハガキで郵便ポストの中に入っている時があります。その場合は対象商品が 5% から 10% の割引を受けられます。このいつでもポイント2倍の対象店舗はイオン、イオンスタイル、ダイエーなどのその他36店が対象となります。6つ目、イオンシネマで700円割引。一般の大人がイオンシネマで映画を視聴する場合は1800円かかります。しかしイオンカード払いにすると同伴者の大人1名含めそれぞれ300円引きになります。加えて20日30日のお客様感謝デーに
はイオンカード会員本人のみ入場料金が1100円になります。ということは700円引きになってお得になります。したがって映画を見るのであればお客様感謝デーの20日または30日に見ることをお勧めします。さらにこちらのイオン株主優待であるオーナーズカードを掲示すれば同伴者も合わせて映画料金が大人1000円で視聴できます。さらにさらにオーナーズカードで売店のポップコーンまたはドリンク引き換え券のどちらか1枚が無料になります。以上イオンカードセレクトのメリット6000をご紹介いたしました。続いてデメリット6000です。1つ目、旅行障害保険の付帯なし。国内旅行障害保険と海外旅行障害保険が付帯しません。例えば国内海外問わず旅行に行って何か事故を起こしたり盗難などにあったりしても保険が効きません。対策としては簡単で、年会費無料でかつ旅行障害保険が自動付帯する特典のカードを別カード会社で発行してもらいましょう。ですがショッピングするだけなら旅行保険は不要ですし、これはなくても問題ございません。2つ目、券面が微妙。券面は決してかっこいいとは言えません。券面とはこの表のカードのデザインなんですけども、例えばアメックスとか JCB はねプロパーカードとしてシンプルでかっこいいんですけども、このイオンカードセレクトは和音の象徴である犬のアイコンが入っていますし、なんとなく子供っぽいデザインになっているんですよ。なのでそこが微妙かと思います。しかし藍色のデザインがね好きな方も結構いらっしゃるかと思います。気にならない方であれば大丈夫かと思います。3つ目、ポイントが分かりづらい。イオンには和音ポイントと和音ポイントとときめきポイントが3つあります。これがね分かりづらい。びっくりするほど分かりづらい。これいつも思うんですけど、イオンカードと和音とねウェブページがバラバラですし、いい加減イオンポイントとして一体化してほしいです。比べてイトーヨーカドーとセブンイレブンは7個ですし、楽天は楽天ポイントに統一しているのに、これはマジで分かりづらいです。なので分かりやすく端的にポイントのことについてまとめると、青色のカードイコールクレジット機能付きのイオンカード、水色のカードイコール電子マネー和音ポイントカード、赤色ワイン色のカードイコール現金支払いの和音ポイントカード、これだけ覚えておけば大丈夫です。4つ目、イオン銀行の口座開設が手間。イオンカードセレクトを発行してもらうにはイオン銀行に口座を開設する必要があります。イオンカードセレクトは引き落とし口座をイオン銀行に自動設定されます。これがないとイオンカードセレクトは作れないんですよ。手続き期間としては約2週間から4週間かかるので結構長いです。しかし1回手続きを済ませてしまえば、あとはイオン銀行にお金を入れて和音のオートチャージを設定すれば OK です。開設は手間ですけどもメリットもあります。イオン銀行の金利は最大年 0.1% です。みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行は 0.002% なのに対して 0.1% は数値としてかなり大きなメリットです。ステージはブロンズとシルバー、ゴールド、プラチナステージで金利の違いはありますけども、和音決済とか引き落とし額とかいろいろ考慮しなくてはなりませんので、こちらは人によるとしかね言いようがありません。ちなみに私の場合はこのスコアでギリギリゴールドでした。ステージによって違いはありますけども、ぜひぜひ参考にしてみてください。さらに加えると、イオン銀行の ATM の手数料が24時間365日無料です。なので解説は結構手間なんですけども、その後のメリットが大きいです。5つ目、ときめきポイントの有効期限。ときめきポイントの有効期限は1年間のポイント加算期間を含む最大2年間です。ちょっと分かりづらいのでまとめると、最大2年間と思ってくれれば幸いです。6つ目、ときめきポイントの交換ポイント。ときめきポイントの最低ポイント交換数は1000ポイントからです。1000ポイント単位で交換が可能となります。したがって例えば3700ときめきポイントを3000和音ポイントに交換しても700ポイント余ります。ということはときめきポイントがいつでも2倍で 1% 還元でポイントが貯まっていた場合、7万円分損することになります。なので有効期限と交換ポイントには十分気をつけてください。まとめです。 10% 還元イオンカードセレクトメリット6000は、1つ目、ショッピング保険が手厚い。2つ目、年会費無料。3つ目、和音で還元率 1%。 4つ目、毎月20日30日はお客様感謝デーで 5% 割引。5つ目、いつでもポイント2倍。6つ目、イオンシネマで700円割引。3、4に加えてオーナーズカードを利用すれば還元率 10%
1% が可能です。イオンカードセレクトのデメリット6選は、1つ目旅行障害保険の負担なし、2つ目券面のデザインが微妙、3つ目ポイントが分かりづらい、4つ目イオン銀行の口座開設が手間、5つ目ときめきポイントの有効期限、6つ目ときめきポイントの交換ポイント。総合すると年会費無料ですし、お客様感謝デーの存在はとても大きいです。クレジットカード還元がだいたい 0.5% のこの世の中で 5% オフは素晴らしい特典だと思います。イオンを利用するのであれば1枚は持ってて失敗はしないカードでしょう。以上 10% 還元イオンカードセレクトのメリットデメリット6選をご紹介いたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私ゆうちは Twitter、Instagram、オンラインサロンもやっておりますので、もしよろしければね、フォローしていただければ幸いです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。